人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎている。地球の周りの巨大な人口都市は人類の第二の故郷となり、人々はそこで子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。はい、皆さんこんにちは、渡辺隆一です。では今回は機動戦士ガンダムクロスディメンション続きをプレイしていきたいと思います。赤い彗星の使者、やります。相手がザクなら人間じゃないんだ、僕だって。やめろアムロ、君にはまだ。やります。はい、アムロですね。ガンダムに乗っています。割り振りなんかもできるようですけど、もう特にアイテムとかも手持ちがないのでこのまま行きましょう。ウェポンはバルカンとサベルですね。まあ、そもそも教習赤い彗星っていうステージというか、そういう逸話がちょっとあったかなっていう記憶が定かではないんですけども、このまま出撃をしていきましょう。でルナ2に向けて、まあ、脱出というか逃げているシーンですよね。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。さあではとりあえずアムロのガンダムだけの操作なので敵がいそうな方向へと向かっていきましょう。お、いるな、あそこに機影が見える。当てられた。まあちょっとしばらくの間シャーザクが出てくるまでは普通にザコキャラを相手にしていきましょう。下になんかちょっとアイテムらしきものが見えます、ね、ちょっとあのアイテムが拾いたいかな。結構ダメージ食らってるな。これが回復アイテムだったりしたらいいんですけどね。ビームライフルを今装備していないので、まあちょっとこのままあのアイテムらしきところまで行ってみましょう。
向きとかも一応向き回った方がいいかな。14結構食らうだ。一応向き回っていきます。これでダメージがどうなるか。正面向いても大してどうだろう、ダメージは変わらなそうな感じがします。これでアイテムを取った。今のアイテムでなんか変わったのかな。結構食らうな。これだとシャアのザクにたどり着く前に死にそうな感じがちょっとしますね。矢印が出てきたので、これでマップ移動かな。今みたいに格闘攻撃の方がダメージが少なくて済みそうな感じがしますね。ザクマシンガンを食らう方が、お、レベルアップした。これでパワーが回復してくれると嬉しいんだけどな。どうだろう、バランスよくちょっと上げといてもいいかな。じゃあバランスよく上げておきましょう。どうだろうな、この残りのヒットポイントでシャア族を相手に。わあ！どうだ？これ大きいと思って少ない。バカな、直撃のはずだ。あっち。これが戦い。もう食らった。やられたか。ちょっとじゃあ、レベルも上がったのでやり直して、またシャアのところまでたどり着きたいと思います。さあシャアのところまでまた戻ってきました。今回はまだ多少ヒットポイントに余裕があるので、シャア先に攻撃を仕掛けます。逃げていくシャアを持っていく、そんなシチュエーション。2回攻撃か。ただこれだったら敵が接近してきたので格闘を当てられる。火力が違いすぎる。というわけで、教習、赤い彗星。ちょっと見てきたんですけど、やっぱりね、そういう題名、まあ、現代というか題名のテレビ放送はなかったようなんですけども、まあ、ゲーム中のステージ名こそ教習、赤い彗星でしたけども、まあ、実質、これはルナ2への脱出口の中の戦闘だったのかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。